はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。ちょっと動画でですね、やっぱ最近流行ってる量子コンピューターって、米国だとイオントラップですとか、まあその冷却原子という話です。で、イオントラップは、まあ普通の量子ゲート方式なんで、普通にソフトウェアを使ってですね、しかも 全結合なんで、結合数がすごい多いんですよね。結合数が多いっていうのは、量子ビットと量子ビットを繋ぐ間のですね、その、いっぱいあると量子ビット、隣同士しか繋がってないみたいな方式もあるんですけど、イオントラップ方式って全部繋がっちゃってるんで、そのあんまりこう工夫する余地がなくて、何も考えずに計算できちゃうっていうのは結構特徴です。はい、で、そんなイオントラップとですね、あと冷却原子という新型がアメリカで流行ってて、まあ、冷却原子の方も4社ぐらいですね、かなり勢いですね。もう僕のツイッターの情報収集権なんてほとんど冷却原子になっちゃって、他の方式なんかほとんど聞こえてこないですね。なんでイオントラップが時々あって、ほとんどが冷却原子になっちゃってますね。冷却原子タイプはもう量子ビット数がすごい多いっていうのと、まあその精度が高いっていうのが特徴で、まあ量子シミュレーションとかですね、まあそういう複雑なことができるっていうんで、まあかなり注目されています。まあ特に量子ビット数が多いっていうのが、まあ多分特徴的かなと思ってます。で、イオントラップもかなり精度上がってるんで、まあイオントラップ冷却原子系の技術が今来てんだなっていうのを感じますし、あと光量子コンピューターもすごいニュース見ますんで、まあ光系もちょっと計算違うんですけど、まあ、光系もいいなと。で、うちの会社は光が強い人が多くて、まあ、光系、日本は光が強い人多いんですよ。なんで、まあ、その量子ゲート方式よりも、本当は光やった方が日本はいいんですけど、まあ、実際、東京大学とか NTT さんとか光とかやってると思うんで、まあ、光方式を応援するっていうのはすごいありだと思うんですけど、まあ、僕自身、そんなに光が得意じゃない、得意じゃないっていうか、得意じゃないわけじゃないんですけど、あんまりこう情熱がないんで、まあ、うちの光が得意な人たちの若手にやっぱそういった情熱をですね、持ってもらってやるっていうのがいいかなと思って、まあ、最近オープンフォトニクスコンタブといって、まあ、光系のまあ量子コンピューターの技術を学ぶっていうようなコンソーシアムじゃないですけど、まあ、そういうのはちょっと立ち上げました。なんで光系の企業はまあそこに参加してもらって、まあ、光系の活動をするっていうのがまあ一番いいかなと思います。まあ、羨ましいですよね。光は伸びててやることいっぱいあるんで、連続量計算にしろ、離散量計算にしろ、でしかもオープンフォトニクスコンタムって立ち上げたんですけど、基本的には実機、本物量子コンピューターを扱うっていうことにしてるんで、光量子コンピューターってあんま手に入らないんですけど、まあ、うちの会社って結構やっぱり量子コンピューター業界だと、まあなかなか自分で言うのもなんですけど、先行ってるんで、まあ結構光量子コンピューターがまあ手に入るっていう状況になっているんで、まあ、本物持ってきてもいいですし、まあ、クラウド経由で海外の知り合いの方に貸してもらってですね、っていうのでもまあ十分。なんでそういうことができるかっていうと、まあ、その自分たちの中に光量子コンピューター向けのソフトウェアがあるからですね。なんでこういったソフトウェアがあるからっていうのを、まあ、その取引先とかに海外とかで話をすると、もうぜひうちのハードウェア使ってくれというふうな感じになるんで、まあ、うちの方でソフトウェア、光向けのソフトウェアがあるんで、とかツールがあるから、まあ、向こうはハードウェアがあるから、まあ、ハードとソフトをくっつけてですね、まあ、応用範囲が広がるというような、まあ、ストーリーがきちっときれいにできるっていうのがあります。で、まあ、そういう光のチームはそれでいいんですよ。なんで、うちのお客さんでも光系が得意なお客さんですとか、まあ、光系が得意なメンバーはもうそれでもう十分なんですよね。で、まあ、問題はですね、まあ、僕みたいに光にこう集中しきれないような半端ものはどうすればいいかというと、やっぱり超伝導とかイオントラップとか冷却原子みたいな、まあ、量子ビット系に行くしかないっていう感じですね。で、ビット系の方がまあ非常にポピュラーなんですけど、例えば日本なんか超伝導を作れるけど、イオントラップとか冷却原子も作れなくはないと思うんですけど、そのあたりは商用化って今からそうって多分もう間に合わないと思うんですよね。だって今流行ってるんで、今から参入しても、まあ、後追いだと結構きついと思うんで、じゃあ、先取りってな、どこになるかっていうと、結局僕が注目してるのはこのシリコンですよね。なので、既存の半導体、今も日本も半導体、なんか九州の方に TSMC の工場を輸出するとかって話もありますし、まあ、東京エレクトロンさんとかですね、も、まあ、含めて結構いろんな半導体の製造の、装置メーカー結構揃ってるんで、半導体ってまだ日本ってこう、やる気あるんじゃないかなっていう、密かに期待してるんですけど、まあ、そういった半導体を使った量子コンピューターですね、世界で数社今出始めてます。なんで、これ多分3年、5年後にめちゃくちゃ盛り上がる分野なんじゃないかなって自分で期待をしていて、そういった光量子コンピューターのチームでオープンフォトニクスコンタムっていうのを使って光系で盛り上がってもらう一方で、自分としてはオープンシリコンコンタムっていうところに一番集中していて、まあ、シリコン系の量子コンピューターは使っています。で、うちの会社はまあ実はハードウェア、本物のハードウェア、超伝導を作ったことがあって、まあ、筑波の産総研ですね。で、作って、チップまで作って、まあ一応チップも写真公開してますけど、
今度ですね、作るのはシリコンですね。なんで普通の半導体なんですけど、まあ半導体改造して作ります。で世界ではやっぱすでにですね、シリコン側はすごい盛り上がってるわけじゃなくて、まあ、ちょうど立ち上がってる最中ですね。なんで今このシリコン、半導体を使った量子コンピューターを立ち上がってる真っ最中なんで、うちもこの波乗りたいということで、まあ、今乗ってます。で、この、コンタムインサイダーですね、乗っかってるところだと、まあ、一つ有名なベンチャーとして、コンタムモーションっていうイスラエルの会社があります。で、もう一つがですね、これも有名なんですけど、シリコンコンタムコンピューティングってオーストラリアの会社があります。で、三つ目はですね、これもですね、有名なんですけど、イコールワンラボっていうアイルランドの会社があります。で、四つ目はなんかフォトニクス系だったんで、ちょっと外しちゃいますけど、まあ、結局、クォンタムモーションですね。それシリコンクォンタムコンピューティング、そして、イコールワンラボというあたりが立ち上がってるんで、まあ、今後ですね、まあ、これにインテル社ですとか、結構大手の半導体のメーカーも結構加わってるんで、まあ、個人的にはまあシリコンのですね、まあ、開発競争の方に、まあ、ちょっとな、乗り込んでいくというようなことを考えてますというか、まあ、乗り込んで、もう乗り込み始めちゃって。もうバスが出ちゃってますけど、まあ、今そっちの方に投資をしてます。で、今まではそのうちの場合もハードウェアやってたんですけど、ハードウェアもかなりきつくて、ハードウェアチーム本当申し訳ないなと思ってるんですけども、ソフトウェアとハードウェア両方やるのちょっと無理なんですよね。なんですけど、今回ですね、さらにそれに光まで乗っかっちゃってるんで、光のチームと半導体量子ビットのチームとソフトウェアのチームで3つできちゃって、ちょっと本当に会社として大丈夫かなっていう。まあちょっとなんとかちょっとしてやっていきたいと思うんですけど、まあ今回は僕の方はシリコンですね。光の方はちょっと、光の方でちょっとお客さんですね、にちょっと助けてもらって光技術の方を発展させますけど、まあ個人的にはその、全、オールインは全部シリコンですね。こんなところで爆地しちゃダメなんですけど。まあハードウェアで、としてはシリコンに全オールインしちゃう。全部かけちゃうという感じにしようかなと思ってます。なんで会社の命運はですね、今後シリコン半導体技術にかかってますし、ソフトウェアの方はもう機械学習に全掛けしてるんで、まあ、機械学習かける、まあ、AI かける半導体量子コンピューターですね。で、まあ、これで当たったらまあウハウハだし、当たんなかったらまあやべえなみたいな感じだと思いますけど、まあ、それくらいちょっとやっぱりこうリスク取っていかないと、まあ、この業界ちょっと生き残っていかないと思うんで、まあそのハードウェアに関してはこのシリコン型ですね、シリコン、とにかくシリコンですね。に関してはちょっと期待していきたいと思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、興味ある人はですね、シリコン量子コンピューターのニュースをですね追っかけてみて、まあ、将来性をですねぜひ確認してください。じゃあ今回は以上です。